どうぞ。皆さんこんにちは、今回ミカサ役をやらせていただきます劇団熱血天使の山崎まなみです。今回はですねミカサということでじゃんこんなものがたくさん出てくる物語になってます。ですね、私はヒロナリ主人公の刀鍛冶のヒロナリの幼なじみという役どころでして、ですね、神楽が得意なんだそうなんですよ。なので私2月から神楽を習いに行ってましてこんな感じで神楽を踊ってます。それが劇中で生かされるか否かはぜひ皆さん舞台で確認してみてもらえればと思います。本当にたくさんの愛にあふれた物語になっています。ぜひ大切な人と一緒に見に来てください。待ってます。ありがとうございました。